今日はこちらのブルーのブーケのカードを作ります。プルタブを引くとブルーのジビトロニクスが点滅します。こちらのスタンプと台を使いました。青と白のチビトロニクス、エフェクトステッカー、銅箔テープ、電池を使います。ブルーと白のカードストック、トレーシングペーパーを使います。レーシーレイヤーズの台で白のカードストックを2枚カットします。その他に青のカードストック、トレーシングペーパー、プルタブパーツ、スイッチパーツを準備します。白のカードストックにブーケのスタンプとセンチメントのスタンプを押します。回路を貼る台紙の方にもスタンプを押しておきます。チビトロニクスで光らせたい部分をクラフトナイフで切り抜いておきます。コピックで色を塗っていきます。色を塗ったカードストックを回路用の台紙に重ねて、光らせる部分の中心に鉛筆で印をつけていきます。下から2分の1インチのところから4分の1インチずつ3本のラインを引きます。真ん中のラインには右端から4分の1インチのところと、そこから1インチのところに印をつけます。電池を置く位置に印をつけます。エフェクトステッカーの位置にも印をつけます。チビトロニクスの印を書き込んでいきます。
先ほどつけた印のところに幅1ミリ、長さ1インチのスリットをクラフトナイフでカットします。今回は2色のチビトロニクスを使うので、それぞれに印をつけておきます。鉛筆で回路を書き込みます。ブルーのマイナスの電極と水色のプラスの電極、エフェクトステッカーのシグナルパッドをつなぐように回路を書き込みます。わかりやすいように紫色のペンでなぞっておきます。水色のチビトロニクスのマイナスをエフェクトステッカーのマイナスにつないで、さらにそれを電池のマイナスにつなぎます。わかりやすいように水色のペンで色をつけておきます。青のチビトロニクスのプラスの電極とエフェクトステッカーのプラスをつなぎ、スリットを通ってから電池のプラス側につなぎます。わかりやすいように青のペンでなぞっておきます。電池を貼る位置にあらかじめ両面テープを貼っておきます。先ほど書いた回路の上から銅箔テープを貼っていきます。電池の場所まで来たら、両面テープの剥離紙を剥がし、銅箔テープをその上に貼り、折り返してから短く切ります。スリットのところでは、まず銅箔テープをスリットに通し、裏側に約1センチぐらい銅箔テープを貼り付けます。電池のところまで来たら、銅箔テープを約2センチほど残してカットします。
電池をプラスを上にして両面テープの上に貼り、プラス側の銅箔テープを電池の上に貼ってカットします。今回は青と白のチビトロニクスを使います。青のチビトロニクスを3個、白のチビトロニクスを2個用意して、白い方を水色のコピックで塗ります。チビトロニクスを印の場所に貼り付けます。エフェクトステッカーも印の場所に貼り付けます。チビトロニクスとエフェクトステッカーの電極の上に銅箔テープを貼って補強します。スイッチパーツを作ります。正方形のパーツを半分に折り、スリットの中に一旦差し込みます。スイッチパーツをスリットの右端に寄せ、台紙側に貼ってある銅箔テープと同じ位置になるように銅箔テープを貼り付けます。スイッチパーツをスリットから抜き、ぐるっと一周銅箔テープを貼り付けます。スイッチパーツをスリットに戻してライトがつくことを確認します。スイッチパーツに両面テープを貼ります。プルタブパーツをスイッチパーツの表と裏から貼り、2枚のプルタブパーツは薄いフォームテープで貼り合わせます。
回路を貼った台紙の周囲に薄いフォームテープを貼っていきます。表紙の裏からトレーシングペーパーを二重にして貼り付けます。表紙を回路を貼った台紙に貼り付けていきます。完成したパーツの裏側に両面テープを貼ります。青のカードストックを2つに折ります。完成したパーツを青のカードストックに貼り付けていきます。完成しました。プルタブを引くとチビトロニクスが点滅します。今回は2種類のブルーのライトが交互に光るように回路を作りました。少し複雑ですが、ぜひチャレンジしてみてください。